2023年の北条や見せ物小屋について解説するわ。ネタバレなのだ。ネタバレはないから安心して大丈夫よ。見せ物小屋の情報がなさすぎて怖くて入れないという人が多かったから、各演目をざっくり紹介するわね。まず外観はこんな感じよ。撮影 OK なのだ。外観はいいけど中波撮影禁止よ。手前でマイクを握っている女性が短歌という客寄せをしているわ。この方が一番大変な業務と言われており、夜間ぶっ続けで喋っているわ。手前には貴重な資料が展示されているからぜひ見ていってほしいのだ。入り口には大虎工業者の方々が入場料の受け取りをしているわ。昔は後払いだったけど現在はお代を先に支払うわ。早速中に入るのだ。中では常に演目を回しており常ににぎわっているわ。客席は見ての通り基本立ち見、小さい子は前で見ることをおすすめするわ。私が見た通りの順番に演目を紹介するわね。最初は双頭の動物のミイラ。博物館にも保存されていない貴重な遺体よ。ミイラ怖いのだ。次にびっくり魔術記述書。一本の紐を使った手品やとあるものを丸飲みするわ。拍手も多くてとても盛り上がっていたのだ。次の演目は発見美少女生首よ。生首？そんなわけないのだ。そんなことあるのよ。テーブルの上に生きた女性の生首が乗っていたわ。本当に作り物かどうかは見て確認してみてね。次が個人的に一番面白かったわ。何でも箱。初めは空箱なんだけど手前の観客が答えたものが出てくるわ。何でも出てくる。すごいのだ。手前で見ていたら答えるチャンスがあるかもしれないわね。大人のみんなは大人の対応をよろしくね。そして最後に生演奏と踊りがあったわ。手拍子もしやすいし大団円って感じね。メタン踊っていた女性のもあれは事故よ。えでもわざとずんだもあれは事故よ。はいハプニングなのだ。という感じが一通りの演目よ。見ている途中でもどんどん人が入ってくるから小屋の奥に詰めていってもらうと助かるわ。見せ物小屋の感想はどうだったのだ。子供に悪影響なく見せれると思うから現代の見せ物小屋は家族連れでも楽しめるわ。人手不足や高齢化で来年には廃業も全然ありえるから存続する間に行っておかないと後悔すると思うわ。みんなもぜひ思い出に見せ物小屋を見てみるのだ。チャンネル登録、高評価よろしくお願いしますですわ。